スクールに来たきっかけはまず部活にキーパーのコーチがいないのと、あと自分でいろんなキーパーのことを知りたいと思ってきました。まずゴールを守るときによくコーチングをしたりポジショニングを意識するようになりました。後輩と部活の時に習ったことを実践的に行ったりすることができました。前までよく練習試合とかで失点が多かったりしたんですけど、習ってからまずコーチングを意識したり、他にもまずチームメイトともっとまあコミュニケーションを取ったりして少しでも失点数を減らすことができました。あんまりこういうキーパースクールっていうところが近くになかったんですけど、まあ、見つけてそれで全然分かんなかったことなどが細かく知れてよかったです。